はい、こんにちは、まつげです。今日もレッツゴーデイリーライフやっていきたいと思います。今日はニオーくんレベル3を見ていきたいと思います。おー、メンバーなんだ。ニオー、丸い、手塚、ももちゃん、なんだこのメンバーは一体何の話だ。あ、ちょうどいいところに。ニオー。おー、え、なんかこの2人が話してるの久しぶりに見たかもしれん。うん、丸いか、なんか用か。用ってほどのもんじゃないんだけどさ、アメかチョコ持ってねえか。持ってないのでは。俺としたことが切らしちまって。あ、違う、あれか、アメいつも持ってるんだっけ、ニオって。で、ブンタはガムをいつも持ってるんだっけ。なんじゃ、昨日の夜にでも食べ過ぎたのか。昨日はいつもよりハードな練習メニューだったろ、だから腹が減っちまって。すげえ、今聞いた？セリフにさ、ロイっていいって入ってないのに今ロイって言ったよね。え、聞きたいな、もう一回。ちょっと、え、どうやるんだっけ。あー、どうやるんだ。あ、来た来た来た。昨日はいつもよりハードな練習メニューだったろ、だから腹が減っちまって。ほら、すげえあ、これ自分であれなんだ、判断して入れてるんだすごいな、超自然な感じで。ちっちゃい E 入ってたね。なるほどな。今日のおまんはラッキーじゃ。いや、ガムもあるから。これ絶対あれでしょ、パッチン、パッチンなるやつでしょ、パッチン。お、マジかよ、ありがてえ。パチン。あ、ほら、いってお、また引っかかったの。またってことはしょっちゅう引っかかるんだ。お前、またパッチンの方かよ本物のガムは。しかもミントガムでもいいんだ。丸いよ、最近刺激が足りんとは思わんか。なんか丸いが持ってるガムってあれじゃなかったっけ、アップル、アップル、なんかリンゴ味じゃなかったっけ。え、急に何の話だよ。ガムと菓子をやる代わりに俺と一緒にキャンプを計画せんか。おー、いいね、なんか急に面白そう。あ、察した、それで手塚か。は？題してドッキリだらけのサバイバルキャンプじゃ。いや、面白そうじゃの、それは。ドッキリだらけの、そんなのめちゃくちゃ面白そうじゃねえか。いや、面白そうだねやろうやろう。だろう。誰誘う？俺はドッキリの仕掛け人ってことだよな。仕掛ける相手は決まってんのか。なんかびっくりしなさそうな人がいいな。それは今から。ああ、ちょうど良さそうな相手がおったぜ。で、ちょうど良さそうな相手というのに桃城と手塚が選ばれるのか。まあ、確かになんか反応がなんかあれだね、対照的な感じになりそうな気はするわ。あいつはいい反応してくれそうじゃからな。それに隣のやつも。いやー、見つけたな。桃城、手塚、見つけたね。なあ、お疲れ様です。お疲れ、ももちゃん。おまんらキャンプに興味はないか。キャンプ？いや、キャンプ手塚来るでしょ。お、もしかして手塚は興味ある感じ？結構興味あるタイプじゃない？まあ、少しな。本当に少し？そりゃよかった。なら今度の休息日にでも4人で日帰りキャンプなんてどうじゃ。いいね、日帰りキャンプ、いいじゃんいいじゃん。なんか楽しそうっすね。ねえ、楽しそうでしょ。おいでよ、2人も。じゃあ詳しいことはまた連絡するぜよ。わかりました。いや、どんなドッキリ仕掛けるんだろう楽しそう楽しいな、仕掛ける側は楽しいな、最高に。これはますます面白いことになりそうじゃ。いや、ちょっと面白そうなこと考えますね、兄ちゃん兄ちゃん。おー、早く計画練ろうぜ。練りましょう練りましょう。
うわ、楽しみだ。ドッキリキャンプ楽しみだ。はい。じゃあ、ニオーくんのレベル3第2話見ていきたいと思います。キャンプ場来とるし。さーて、いよいよキャンプの始まりだ。今日は思いっきり楽しもうぜ。いや、てか景色良すぎるし、なんかやばくない？キャンプのあのテントの中やばない？充実しすぎでしょ。なんか家具、いやベッドあるしソファーあるし、何あれ、クッションもあるんだけど、あんなテントあるの？よっしゃー、何します？いや、てか結局ドッキリの内容私把握してないんだけど。そうじゃの、今日は日帰りじゃし、近くの河原で釣りでもしてバーベキューを楽しんで帰るかの。お、おっと、おお、いいっすね、釣りとバーベキュー。釣りに反応する人いるぞ。しかしあいにく釣り道具を持ってきていない。お、何、心配することはない、道具なら俺と丸井が用意してきて。おお、さすがです、さすがです、ニオさん、助かる。いいってことだ。これなんか仕掛けあるぞ。早速川へ行くか。これはなんか仕掛けあるな。ほら、桃城、おまんの釣り竿じゃ。ありがとうございます。うわぁ、え、ハト。釣り竿からハト。なかなかいい反応じゃ。これはマジック用の道具なり、本物はこれぜ。え、ガチモノハト出てきたよね、今。絶対鳥出てたよ。もうびっくりした。ちゃんとでも本物のも用意してくれてるんだ。いや、大変だっただろうな、これ用意するの。プリ、さて次は手塚じゃ。あいつの釣り竿はビリビリ電流が走るビリビリ釣り竿。え、やば、わりかしもう嫌がらせのレベルじゃない。はい、手塚のはこれだぜ。ああ、ありがとう。え、聞いてない。なんもないんですか。いや、そんなはずは。いや、聞いてないね、これ電撃が聞いてない。すまない丸井、釣り竿を受け取るときに静電気が走った。痛くはなかった。電流を静電気だと勘違いしている。何も反応ないし。ああ、平気平気。これ逆の方が面白かったんじゃないか。丸い、おまんちゃんとビリビリ釣り竿を渡したんか。なんだろう、分かりやすい方を手塚にした方がいいんじゃない。渡したって、あれ結構ビリビリするはずなのに。そうなんだ。静電気ってどういうことだよ。にぶちんだな。やはり手塚、一筋縄ではいかんようじゃ。手塚大丈夫な、感覚まとも。予想はしておったが、これはなかなか手強い相手ぜ。いや、ちょっとこれは手強いぞ。手塚びっくりさせれるんかな。はい、じゃあニオくんレベル3の最終話です。果たして手塚さんをびっくりさせることはできるのか。さあ見ていきましょう、どうなる。お、釣り中かな、これは。お、静かに釣りしてるね。面白も手塚も釣りに夢中のようじゃ。いいね。この辺でルアーを本物の魚に変えて。いや、どうやって。二人とも今度はこの釣り竿で釣ってみんし。いや、普通に渡すときにバレるでしょ。おー、ありがとうございます。なかなか釣れなくって。うわー、これルアーじゃない。いや、ほんとなんか100点の反応するね。満点だよ。さすが桃城、期待通りのリアクションも。いや、いいね、この二人確かに真逆でいいな。え？ダメか。え？あの生きた魚がついてるまま釣りをしてるのか。手塚のやつ、釣り竿を受け取った後普通にそのまま釣りを始めてたぜ。あれじゃね、デカめの餌だと思って普通にやってんじゃないの。
そうか、やはりもっとインパクトのあるドッキリでないとダメなようじゃ。分かりやすいやつでいいんじゃない。さっきの、マジック動画、釣り竿受け取った瞬間鳩が出るみたいな。丸い、俺はちょっくら熊に。嘘でしょいや頑張って用意したんだな君ら。お、イリュージョンか。それならさすがの手塚も驚くだろう。熊になってくるってそういう意味。さて手塚、やばいな、ツッコミどころ多いな。てもらうぞ。てかテニス中、試合中、テニスの試合中じゃなくてもイリュージョンで使えるのか。え、クマちゃんの立ち絵来る。これもしかして、あー、いやー来たし、クマちゃんの、クマの立ち絵来たんだけど。これ中身に落ち着け。面白。獣に出会った時はとにかく落ち着き、静かに距離を取ることが大切だ。いや落ち着きすぎでしょこの人。俺の指示通りに動け。は、はい。いや落ち着きすぎでしょこいつ。完璧にクマに出会った時の対処法を心得てやがる。そして実際に行動できるこの胆力。いやーさすがですわ。油断せずに行こうって常日頃言ってるだけのことはあるね。さすがとしか言いようがねえだろ。いやいやいや、逃げましょうよ。ちって下打ちしましたけど、クマ。クマが帰っていく。ああ、よかったぜ。いやすげえな、イリュージョンってクマにもなれるんだ。今、クマが下打ちをしたように思えた。間違ってないです。気のせいだ。おー、そうだよね、気のせいだよね。いや気のせいだよ手塚さん、クマが舌打ちなんてするわけないじゃん。というわけでいい、キャンプもそろそろ終了だが。綺麗綺麗、いいね。めっちゃ疲れてる。桃城はドッキリに引っかかりまくってたもんね。いや疲れた。大丈夫？どんなドッキリに引っかかったんだろうと。なんかこまごましたのめっちゃ引っかかってそう。な、もしかしてこれが狙い？あ、もうこれバラしていいんすか？プリプリピヨ。手塚はどうだった？ドッキリには全然動じてなかったよな。いやすごいよね、やっぱりさすがだね。いつドッキリを仕掛けられたのかは分からなかった。いや分からんのんかい。キャンプは純粋に楽しめ。分かってないの、嘘でしょ。誘ってくれたことを感謝する。いやでもよかったね。仁王、丸井、手塚、桃ちゃんってなんかちょっと不思議な組み合わせで楽しかったな。ドッキリキャンプいいね。まったく、おまんは本当にドッキリしがいのないやつぜよ。次は誰にする？雪村？雪村行く？真田と雪村誘ったら面白いんじゃない？いや、後が怖いか。まあでも楽しんでくれたんだからよかったじゃねえか。俺もすげえ楽しかったし。いや私もすげえ楽しかったよ今回。それならよかった。いやドッキリキャンプ面白いな。じゃがいつか必ずリベンジして手塚のびっくり顔を拝んでやるぜよ。その時はぜひまた私も誘って。いやまあ私誘われてないけど勝手についてきただけだけど、勝手についていきます。いや面白かったね、ドッキリキャンプ。いや面白い予感しかしてなかったけどやっぱ面白かったな。はい、というわけで仁王正春レベル3のストーリーでした。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。